速稼塾の久保です。まあ私もね、アフィリエイトとか、それから景気動向を見る上で、いろんなメールマガジン登録してるんですけども、今回は、こちらですね、前回も紹介したと思うんですけども、名古屋の、あるね、まあ性風俗店の、すいません、メールマガジンを登録しています。その頭に、こういう注意文があるんですよね。新型コロナウイルス感染症対策について、当店ではお客様に安心してご利用いただくために、さらにはキャスト、スタッフの健康を考慮し、厚生省ホームページの感染症情報に記載の対策を以下のように実施しております。石鹸による手洗いの励行、出入り口への消毒用アルコールの設置、混雑した場所への出入り、イベント等への参加自粛の呼びかけ、就業前の健康チェック、マスク着用の推奨、当店及び関連施設、換気の励行ということですよね。すごく細かくやってるよということですね。ご利用していただくお客様におきましても、手洗い、うがい、アルコール消毒等の予防対策をお願いするとともに、咳、発熱が見受けられる方、外国の方の利用をお断りさせておいていただきますということですけどね。まあ、きちんとしているようなことが書いてます。まあ、それをね、信頼して、多分来店される方もいるんでしょう。私の主観になりますけども、いや、でも主観じゃないな。実はね、性風俗店のメールマガジンの、まあなんですかね、頻度がね、倍から3倍に上がってるんですよ。これはおそらく、やっぱりお客さんが来てないってことなんじゃないかなと思いますし、多分そうなんでしょう。本当にこういう時期にね、濃厚接触しかないようなサービスを提供している店舗になかなか人は行かないと思うんですよ。まあですんでね、どういうふうにこれをね、考えればいいかっていうと、実は、まあ、私のリサーチによるとになっちゃいますけども、こんなことばかりやってるわけじゃないんですけども、ただやっぱりね、東京でも、夜の歓楽街に出ることを、自粛を呼びかけられましたよね。やっぱり夜の歓楽街っていうのは、性風俗店じゃなくても、だから濃厚接触を前提としたサービス店舗っていうのは飲食店とか多いわけですよ。で、夜なんで、風通しがいいとか窓を開けてってわけでもないですよね。まあ、そう考えると、麻雀店なんて本当極めつけなんですけども、私はね、麻雀店の経営をしてましたけども、基本的に窓ってないわけですよ。で、店舗も1階の風通しのいいところでやる例っていうのはあまりなくって、それはもう健康麻雀とかね、別ですけども、大抵の場合はお金をかけて、それから見かじめ料を払ったりとか、で、警察にね、いろいろと便宜を図ってもらいながら、こっそりやってるわけなんですよ。で、深夜営業はダメだけども、お金をかけちゃダメなんだけども、その辺は、おめこぶしをいただいてね、営業してるわけなんですよ。まあそういうところ、いわゆる、ちょっと言ってみればね、反社会勢力的な店舗の代表格が麻雀店なんですよね。パチンコは、まあ、いろんな、なんですかね、三角方式とかで、で、まあ守られていると言いますか、グダグダになっているところがありますけども、麻雀店はいつでも摘発できる状態なんですよね。で、その麻雀店なんですけども、深夜営業してる麻雀店っていうのは基本的に1階のよく見えるところではなくて、なんかね、地下とかね、それから階数も結構不利なところにあって、エレベーターでこっそり行かないといけないとかね、そういう状態なわけですよ。風通しは悪いですし、密室ですよ。密室で1メートル四方に4人が対面でやってるわけですよね。マスクをしてもあんまり効果はないと思いますね。で、そういうところで長時間やるわけですから、濃厚接触なわけですよ。で、プラス、こういうふうな性風俗店も、東京とかね、当然ありますし、地方もあると思いますけども、このね、従業員さんっていうのは、軒並み、ここ以外の仕事っていうのはなかなか難しいと思うんですよ。で、そうなると、ここで生きていくしかないじゃないですか。だから、こういうふうに徹底してるから、大丈夫ですよって形で PR するしかないですし、メールマガジンをね、どんどん乱発して、まあ、お誘いするしかないと思うんですよね。まあ、で結構ね、出演してる、これ女性なんですけど、1、2、3、4、5、5人ぐらいの方がいらっしゃるということで、というよりも、セールスかけてるってことは、5人の方が、まあ、空いてるんですよね、きっとね。そう考えると、私が思うのはね、何が言いたいかっていうと、やっぱりこういう、無理だと思いますけども、性風俗店とかに働いてらっしゃる方とか、それから夜の接客業とか飲食店をされてる方には、特にですね、もう、休業保障をして、濃厚接触しかないわけですから。ね。こういうところには休業保障を積極的にして、休んでいただいてね。そしたら、ね、こういった業種の方も、休業保障があって、で、きちんとね、生活の面倒を見てくれて休めるんだったら、それはね、もしかしたら、他のことを普段できない一生懸命ね、すると思うんですよ。例えば、シラバスとかで、勉強し直してね、
夜間の学校に入るんだみたいな、そういうふうな気持ちを持っている方は腰を落ち着けて勉強してね、准看護師さんになったりとかいろいろ考えてると思うんですよ。やっぱりね、私夜の世界にいた時期もあるんで、本当に皆さんね、一人一人真面目に自分の人生考えてる。そして今自分がいる状況が必ずしもね、胸を張れるものではないってことも感じながらなんですよ。でも、いわゆる仕方がなくやってるところもあったりとか、それなりに面白さとか人間関係にね、喜びを感じるところもあって、まあ、いわゆるね、抜き出したくても抜け出せないような状況がある中で、今回のコロナ騒動でもしね、休業保障ができるんだ、出るんだったら、腰を落ち着けて、自分の本当にね、求める未来のある仕事に準備するんじゃないかなと思うんですよ。職業訓練を受けたりとか、まあ、通訳の勉強したりとかね。だから今本当ビジネスを今リアルタイムでやるっていうことは難しい業種が結構多いんで、未来に向けて本当にね、大人になってからの教育訓練っていうのに積極的に投資をすることによって、コロナ騒動が落ち着いた時にはそれまで力をつけた方がね、いろんな業種でいろんな国にまた飛び立っていくチャンスになると思うんですよね。でそういうふうに私は考えるんで、本当にね、麻雀店で働いていらっしゃる方とか、まあ、身内びいきみたいな言い方ですけども、夜の商売をされている方とか、闇カジノで働いていらっしゃる方とかね、性風俗店に勤めていらっしゃる方とか、ぜひこういう時に、なんか一つ、チャンスと言ったらね、あれですけども、こういう時ぐらいなんか優先的に優遇してあげてもいいんじゃないかなと思うんですけどもね、どうですかね。まあ、考えるんですけどね、そういうふうに。はい、まあ以上です、今回は。ありがとうございます。